え、なにこれ、どういうこと。意味がわからない。え、なにデータ消えた。は？どういうこと？ねえ。え、これデータいらないって。サンスプラッシュバッグいらないって。どういうことこれ。ねえ。怖いんだけど、新シーズン始まってこの、そして不安はオール BGM やめてくれマジで。おい、え、でもブースト5個は持ってた気がする。どういうこと。あ、治った。ラペリング終了。ある。ちょ、待って、スキンでわかる、スキンでわかる。全部消えてんだけど、あれが、スキンのセットが全部消えてる。ある。でも、もうどういうこと。もう怖いよこのゲーム。ね、怖いよこれ本当に。心臓に悪すぎるんだけど。え、チャームなくない？あれ？こんなんだっけか。あ、でもプロリーグはある。あ、インビのチャームもある。まあ、これがあれば生きていけるからな。一応あるか。一応ありそう。ただ、データがリセットされました。もう。はい。一回ね、再起動してみたんですけど、やっぱり迷彩とかも全部外れちゃってたし、あと設定、感度とかの設定も全部初期化されちゃってたんで、多分ちょっと一回セーブデータ消さないと治んないかもしれないです。僕以外にもね、こういう症状の方がたくさんいたんで、ちょっと説明しようかなと思います。じゃあちょっとその設定やってみよう。はい。で、そうしたら、PS4 のホーム画面なんですけど、設定のところを押します。で、次に、設定の次がですね、ここにストレージってあると思うんですけど、ここを押すみたいです。で、本体ストレージ計算中っていうのがあるので、ここ見ると。したら、アプリケーションとセーブデータ、まあ、どっちかでもいいみたいなんですけど、とりあえずセーブデータ。はい、で、セーブデータのところを開いたら、本体ストレージのセーブデータで、まあ、いろんなゲームあると思うんですけど、レインボーシックスシージを選んでください。で、ここでオプションを押して、複数のアプリケーションを選ぶで、まあ、ここで削除できるんですけど、一応これ、僕が実験台としてやります。一応自己責任でお願いします。注意点としては、これ消すとあのシチュエーションモードがリセットと、あと感度とか、まあ、その辺りの設定も一回全部リセットされるみたいです。ただ現状を再起動することによって毎回リセットされちゃってる、もうなんかセーブデータがバグっちゃってる状態なので、まあ、僕の場合はもう正直これ消さないと永久にね、設定し直さないといけない日々が続くので、まあちょっと消してみます。削除します。はい、消しました。じゃあとりあえず CG 起動してみます。はい、CG 起動しました。で、とりあえずホーム画面のところでユーザープロフィールのロードに失敗が出なければ、第一段階としては成功かな。で、感度とかの設定をちょっといじってみて、その次に再起動して、その感度設定が保存されてれば問題ないっていう感じなんで、まあ、もう一回再起動しないといけないです。なんで、まずここでユーザープロフィールが失敗しないかどうかが大事ですね。見ていきましょう。いや、めっちゃ怖い。はい。ちょっとトラウマになりそうな画面ですけど、ボイドエッジ、見ましょう。あー、出ない。出なくなった、出なくなった。さっきはここで丸ボタンか×ボタンを押すと、ユーザープロフィールのロードに失敗。あ、ムービーは出る。あー、でも、セーブデータ消してるんで、これは正常。これ正常のムービーの出るやつ。で、問題は、ここで、BGM の音量を切って、で、入れ直した時に設定が保存されてるかどうかが重要なんで、ここからですね。ここが一番大切。で、じゃあちょっと いじってみましょうか。まず、BGM は切ります。はい、BGM 切りました。で、今度は、こっちね。感度の方、僕の感度にちょっとします。うん、はい、設定これで一応感度終わりました。ただ一応確認のために迷彩とかもつけてみましょう。じゃあスレッジのショットガンに何でもいいんで迷彩つけてみます。あー、これ、この迷彩を全部につけよう。はい、 OK。 じゃあもう一回再起動します。はい、2回目の再起動ということで、まあ、ここが大切かな。これで治れば治ったことになるので、
はい、ボイドエッジ BGM 鳴ってる。あ、でもまずユーザーは大丈夫。この後感度設定が保存されてれば嬉しい。あ、鳴ってない、 BGM 鳴ってない。あー、よかった、設定直った。え、明細は、明細のところがどうなってるか大切。設定したよね、さっき。え、マジ？もう一回。はい、再起しました。明細見ましょう。マジか。アプリケーションを、消して入れ直してみようと思います。はい、じゃあ。アプリケーションのも消します。いやー、明細つかないんだよな、何回やっても。はい、アプリケーションじゃ消し終わったので、もう一回ディスク、またはまあダウンロード版、僕持ってるんでダウンロード版でちょっと入れてみようと思います。そうしたらライブラリーを開いて、購入したコンテンツ、そしたらライブラリーのこの購入したコンテンツっていうところを押して、CG のところを見ます。ありました。そしたら、ここのね、ダウンロードっていうところあるんで、ここダウンロードを押します。そうすると確かいっぱい出てくるんですよね、今まで購入したその CG 関連のコンテンツが。ほら、こういう感じでいっぱいあるんで、これすべて選ぶを押します。そうするとイヤーパスの明細とか、多分その辺りもろもろ全部入ってるんじゃないかな。多分イヤー5のパスとかもさっき書いてあった気がしたんだけど、はい、まあ多分これが全部入ってるという感じだと思うので、したらこれダウンロード押します。はいはい、そうしたらもう地獄のようにダウンロードダウンロードダウンロードの通知がめちゃくちゃ来るんで、まあこれで多分治ると思うんですけど、まあ一応この後ちょっとまた全部終わったら説明します。はい、ということで、あれからもう何時間も経ちまして、ようやくインストールが終わりました。で、過去の、僕が買ってきたものもね、インストールし直しました。まあ、なのでね、現在はまさらに生まれ変わってっていう状態かなと思います。まあ、生まれ変わったね、アカウントはどうなるんでしょうか、見ていきましょう。はい、あ、なんか出なくなったな、なんか初期化、あ、セーブデータ消してないからかな。ただ、あ、そうっぽいっすね。なんかね、アラバスタースキン、これを全部にオールラウンドにしたのにつかなかった現象あったじゃないですか。あれがなんか多分なんですけど、なんかね、シチュエーションやってなんかオートセーブデータができるようにしないといけないみたいな書いてあったんで、ちょっとそれ試したいと思います。まあ、今回はちょっとこっち行こうかな、シグネーチャーの方で試したい。はい、つけました。これで、はい、全部に、まあスレッチとかだけじゃなく他のオペレーターもしっかり、シグネーチャー6ついてるかな。はい、ついてますね。はい、じゃあとりあえずこれで、まあ、全部にシグネーチャー6がついてる、明細がついてる状態になりました。なんで、まあ、プラスアルファちょっとチャームも検証しようか。はい、じゃあせっかくなんでインビチャームね、もうつけます。で、ここからが重要みたいで、なんか明細がリセットされちゃうのは、まあ、ローカルシチュエーションやんないといけないってことなんで、ちょっとやりましょう。よし、じゃあとりあえず全員倒します。はい、これで今シチュエーション1個クリアした状態まで行きました。で、これでなんかできたらしい、多分ね。で、一回戻りましょう。戻って一応明細チェックしましょう。うん、ここは問題ない。じゃあゲーム再起します。いやー、怖くなってきた。これでダメだったら俺結構メンタルいかれちゃうんだけどな。どうしたらいいんだろう、これでダメだったら。明細が全部についてればいい。明細とチャームが全体についてればもう完璧に、まあ、元の状態で戻してたかな。あー、めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。あー、ついてた、よかった。はい、ということでようやく治りました。今回ね、やった方法2つなんですけど、1つがセーブデータを消す方法。ただこれだけだと明細がね、また元に戻って何にもついてない状態になっちゃったんで、僕の場合はアプリケーションも1回消して再インストールするっていう方法を取りました。まあ、多分ねこの方法で治ると思うんですけど、一応ね自己責任でお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。たけやでした。ここまで見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価ボタンをポチッと押してくれるとめちゃくちゃ嬉しいです。
他にもおすすめ動画、最新動画が載ってると思うので、ぜひチェックしてってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。サクヤでした。